来ましたね、この時が。動画にて発表させていただいた世界の猫さんに勝ったら1000万円という企画が開催されます。1000人の人が集まってトーナメントをプレイして、最後の優勝した人が僕とヘッズアップをして勝ったら1000万円。やばっ。シャーペペンデュー、おー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 、小沢さん見つけたのは正直です。うわ、ぜひ1000万持って帰ります。100人ということですかね。気を抜かずに頑張ります。おお、持ってますね。全員頑張れ。グッドラック。総応募数36,000人から選ばれた1000名の頂点に立つ一人が本日ついに決定します。栄えある優勝者は賞金1000万円をかけて世界の横沢への挑戦権を獲得します。さあ、それでは3日間にわたり開催された予選を勝ち抜いた9名のプレイヤーご紹介いたしましょう。世界の横沢に勝ったら1000万円、ファイナルテーブルスタートです。ついにファイナルテーブルスタートしますね。田口さん、よろしくお願いします。改めてよろしくお願いいたします。お願いします。田口です。田口さんはポーカーをめちゃくちゃ詳しいプロのアナウンサーということで、もう僕らには必須の存在となっております。パートナーです。パートナーのパートナーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おーっと、ユウさんにキングス入ってますね。コールですね。ここはコールの選択。その後ろシオンさんもエース6オフでコールですね。さあ、ボードはどうか。ジャック6-5、まあ、ユウ選手、キングスがハンドというところで、しかしここはなるほど、7万のベッド。当然フォールドという選択肢はないと思うので、ここはコールですね。コール、あー、そして、はい、6ヒットでオーバーコールですね、はい。結構何が出ても怖いですね。さあ、ターンでは10ハート。15万を出てきました。ここで三沢さんが考えているのはコールなのか、もうあとはたまたホールドという選択肢を考えているのか、レイズの可能性すらあるという。ユウ選手はかなりアグレッシブな 姿を見せていますが、まあ、オーバーペアというものもちらつきますよね。そうですね。フォールド、フォールド、これは素晴らしいプレー。めちゃくちゃナイスフォールドですね。が、ここで6番がコールしていくと。シオンコール、リバー。みんなリバーカード。セブンハートです。まあ、ここでチェックをすると、もうショーダウンできるので、もうチェックされた時点でかなり嬉しいですよね。あ、ここはショーダウンしていきましたね。で、回りました。キングスが出てくる。強いですね。うわという声が聞こえてきましたけども。いや、それにしてもクイーンジャックがナイスフォールドでしたね。実は勝ったキングスでも降りた三沢さんが嬉しい可能性がありますね。この面白いのがですね、今手元にある情報によりますと、はい、三沢さんの、2日間のトーナメントを終えての感想、はい、人事の仕事をしていて、ポーカーを通して人を見る才能が開花したかもと言っているんですけども、本当にそうなの？してますしてますね。開花してますしてました。これすごいですね。今本当に人読みの話をしてましたけども、まさにこれ人事プロってことですね、これね。人事だ。人事ポーカー。それは納得。チームとの中の集団面接だよ。さあ、ブラインドの2人ですが。20万。ズレと入りました。これ1番のユウさんがラインとなってますね。ここはコール止め。うわあ！デュースリーない！オーマイガー！セットですね。千尋選手のハンドが今まだこちらには入ってきていませんね。千尋選手 CB です。ちょっとキングスに続きこのトップセット。そうですね。ハンド入りまくってますね。ハンドラッシュ。コールです。まあ、ただ千尋視点でも相手はかなり強いハンドを持っているというハンド。ああ、行く行く。でかい。止まらない。オールイン入りました。ゴールでした。
だ。スナップコール。うわ、エース5だ。エース5だ。ああ、会場の皆様聞こえますでしょうか。オールインがコールされました。うわ、すごいこれ。なんと、マジ？トップセットを持っていたユウ選手に対し持っていたハンドはエース5です。すごいこれ。すげえ。そんなことある？エース5だった。ペアレ、ペアルナ、ペアレ、ペアルナ、ペアレ。マジ？マジ？マジ？ラストカード。トップセットをそれを上回ったストレートそれをさらに上回るフルハウスの完成です。すごいドラマですね。これはビッグブラインド千尋選手はコール3ポケですね。おー、3が落ちましたね。3-5キング2クラブ2クラブ。うわ、これも結構大きくなりそうなポットですね。フラッシュドローもついているという状況。ハンドもついてる。音も出てる。いやー、本当にすごいね。異常。異常。生でお伝えしてたら、これ全部見られる。本当に、うわ。うわ。待って。まあここでコールして一か八かフラッシュドローに行くのか、もしくは将来のためにチップを残しておくという形でコールするのか。後ろに37万点ぐらい。コールしました。あ、37万ならギリギリ。オールインコールが宣言されました。ボトムセット VS フラッシュドロー。アンカードジャック。8アウトです。ジャックがリバーカード。ここで勝負を制したのは千尋ということになります。この1000万円企画第9位で終えるということになりました。リョウト選手、このポーカーに出会ったことでやっぱり毎日が楽しくなったという印象的な一言を言っていました。皆さん、ポーカー本当にすごく楽しいですね。ここまでやっぱり本当に1000の中でこの9位まで残るということは本当にすごくあるので、最初にも言ったんですけど、やっぱり100人のトーナメントだったら優勝してますからね。もう本当にそれぐらいすごいことなので、まあこう自信を持ってですね、本当に次のまた大会もプレーしていただきたいなというふうに思います。僕はでも結構こうやって見てると D さんはかなり幅の広いプレーをするっていうか、安定してる感じもしますよね。 D さんが結構今熱いところとしてあるんじゃないかなって思ってますね、僕は。なるほど。はい、猪木さんの様子はいかがですか。そうですね、僕はやっぱりユウさんが勢いがすごいので、どんどんプレーが良くなっていってるんじゃないですか。なるほどなるほど、はい、右肩上がりの、はい、ウロウロ選手、ここでのエリミネート。フラッシュを完成させて千尋がトーナメントを終了するということになりました。改めてヘッズアップに挑むお二人を紹介いたしましょう。ファイナルテーブルにチップリーダーとして参戦をしてきました D 選手です。対するはショートスタックで9番手で参加してきました U 選手です。ちなみにすごいことが起きてて、3番が俺の優勝すると思ってた U さんで、7番が横沢が優勝すると思ってた D さん。ああ、1ってこと。1がそう、右左に1ってこと。そうそうそう、右側に横沢、左側に広。そうそう、完全なる代理戦争だよ。勝った方が世界の横沢に挑みます。が選ばれます。セブンヒットということになりますね。うわ、これぶつかりますね。お互いにフラッシュドロープラス何ペア。40万ちょうど、ちょうど五分五分。コールです。コールなんですね。アンカード9
9。 あ、9は止まる。9は止まるね。9は止まる。でもこれどうやっても降りないですかね、皆さんは。オールイン。おお、オールインが宣言されました。入っちゃった。入っちゃったんじゃないですか、これ。うわー、殺した。殺した。入っちゃった。入っちゃった。入っちゃった。お二人からも一言ずついただきます。いいですか？まだ続くんで大丈夫です。まだ続くということでいただきました。それではラストカード。ダブルアップですね。1年分の寿命が。マジでもうこのファイナル熱すぎる。1番組として熱すぎるよ普通に。緊張感がすごい。画面越しで、うん、ここの別室にいるのにちょっと喋れなくなってましたね。いや本当にすげえ。シックスポケットバーサスフォーポケット。うわこれはぶつかりそうですね。 30BB ちょっとオレンジにはでかいんでコールで止める可能性もありそうですね。4ポケはもうちょっとスタックが小さかったら多分多いんだったんですけどね。お、レイズした。うわ、100万のレイズでかい。40万のレイズに対して100万のレイズを返すのは D。 ここにコールですね。ほとんど間を空けずコールです。早かったですねコールまで。ジャックが見えているが10-5ハート。もうベットしたもん勝ちですねこれは。もうもはやでも3ベットしてる分4ポケ側の方が有利な可能性もあるよね。いやそうだと思います。チェックです。チェックで参ります。タンカード、エース。これも止まるカードだね。これも止まっちゃうね。まあこれリバーまでチェックチェックかもね。まあでもこれでも結構打ちやすいんだけどね。 D さんがドラフトして、うん、チップに手をかける。これは下ろせるわね。ターゲットはどこか。100万のベッド。まあピンポイントでこの6ポケのハートなしは下ろせるね。フォールド。いやー素晴らしい、いいブラフ。うぇー真っ赤。とんでもない戦いになったわマジで。いや4ポケが6ポケ下ろしちゃったな。ねえ、ちょっと流れ変わったかもね今で。いやゆうさん頑張ってほしい。ゆうさん頑張れ。D さんいくか。オーリンションハンド。オーリンしました。3番シートオーリンです。 D さんは結構プリフロップは比較的タフなんですよ、ここまで見てると。なんでコールしても全然おかしくはないと思いますね。まだです。うわー、ナイスフォールド。すげー、ごめんなさい、出させて。これはナイスフォールドですね。これここまでやっぱちょっとお互い硬そうだなっていうのがここで生きたかもしれないですね。強い、十分ですね。これは少しずつチップを増やしてますね。噛み合わないですね、なかなか。噛み合いたいんだ。噛み合い、いやでもやっぱ2人ともどっかで決めたいって思ってるんだ、やっぱりそろそろ勝負を。そろそろ。さあここは互いにハンドをキープ。わお、キング6を2人。そうですね、キング10。オーリン。いや、これはもう相当多分今まで固くやってきたんで、ここでオールインしたらオールせるんじゃないかな、うん、それこそ仕掛けに行ったってやつじゃないですかね、うん、僕らは攻めるなったら D さんっていう話を。そうだ、オリコール。うわやっぱりオリコール入った。グッドラック。オリコールが宣言されました。やばいやばいやばい。3番シート、ユウ選手の方がショートスタックです。キング6オフ。やばいやばい。キング10を携えるのは D 選手。 D 選手が勝ちますと1/1000、いよいよ横沢との対戦ということになります。それではブロック見ていきましょう。キング 2点。これはキング10。1000人からの頂点をつかみ取るのはタンカード。うわー、決まったD さんだ。決まった。ありがとうございました。1/1000に輝いた横沢への当選権を勝ち取ったのは D 選手です。おめでとうございます。
ちょっともう僕はじゃあヘッズアップの準備をしますので、はいはい、ちょっとお先に失礼します、はい、ちょっともうみんな頑張れ頑張れ。3万6000の応募がありました。そこから1000人が選ばれました。そして1人が勝ち上がりました。その彼の前に立ちふさがるのはこの男です。ラスボス世界の横澤。挑戦者は1000万円を手にすることができるのか、世界の横澤がプロの意地を見せるのか。世界の横澤に勝ったら1000万円。ファイナルヘッズアップスタートです。ジロー、シャクラ&ディール。さあ D、ジャックファイブ。これね、なんと1000万点持ちっていうわけわかんなくないですか。とんでもない数字にはなります。8万。8万。ジャックファイで何もなさすぎるんですが、まあ、果敢にアグレッシブにいった形で、横澤はまあガットショットあるので、まあ、コールヘッズアップだと全然コールできるかなっていう感じだと思います。チェック。まあ、これ横澤降りることは絶対ないんですけど、ええ、まあ、考えてることとしては、まあ、コールするかレイズするかだと思うんですね。コールです。ラストカード。あっと、これは5を拾われてしまいましたね。チェック。チェックショーだ。これはリバーで拾われたということになりましたよ、横澤。ダメかもわからん。和やかな。まずは開始にはなりましたけれども。雰囲気めっちゃいいですね、会場の。ついてないな。ペアになってるので、あ、しかし、あっとストレート光りましたね。300万。オーバーベット。あいやー、わー、2クラブ4エース。リーさんすごいな。ナッツフラッシュがお目見えです。いやちょっとこれ流れやばいですね。これ横澤ちょっと救世主呼びたい。救世主、おいでー。思いを引き継いでいくと。さあ、ソータくんも一緒に実況していきましょう。今日はね、僕が挑戦者側応援しますが、ソータくんはね、開始からずっと横澤を応援してる。 あくまでその横澤を応援する立場を貫いていくと。はい、もちろん。さあ、はい、さあ3ベットボットとなりました。横澤さん、見せてくれるんでしょうか。あるいは決着というものもありえます。チェックラウンド。チェックラウンドです。ブラフベットしたいところではありますね。フォールドです。 This is ワールドワイドの横澤。ナイス。まあ、でもちょっとさすがに緊張したと思います。今のグラフは手震えてましたね。手震えてましたね。でも横澤でも手震えることあんだね。でも俺見たことない。これ WSOP でもどんなにハイレートのキャッシュゲームで見たことないのに、ここで震えてるってことが、だって勝っても何ももらえないんですよ彼。確かに彼は
自分のプライドのために戦ってて、その自分のプライドに対してだけは手が震えるってすごくないですか。それ本当にそういうことだ。あれ、さあ応援しました。できません。さすがにそうです。十中八九降りると分かっていても、そのやはり言葉にはちょっとビリリとくるものがありますね。落ちないとチョップにならないっていうボールになってますね。ここで余計なものが落ちないことを祈りますが、うわっ、うわっ、3のみって言ってたら結構難しくても、これリンポットなんでベッド打ちますね。打った、うめえ。帰るか。7ヒットひどいなこれ。なんですけどオープンエンドです。ちょっと今回違いますよ。はい、レッドサイズ、レッド40万点。ホル、おお、したのですが、まあ、7、7、6、5あたりに対してバリを取りに行くので110万。でも結構こういう暴動で横沢がブラフしてきてるイメージもあると思うので、彼の中にはこの7降りるんかって思いながら、チップ出かける、うわコールさせた、ショーダウンからからのフォールドです。横澤トップヒット、50万。あーレイズする、140万。
トンぐらいに戻りましたね。そうっすね、気づけば。気づけば。気づけば。怖いこと言うな。そうっすね。と言い上がりますね。いやー、ヒリヒリする。狙ってるくせに。本当に。本当にそう。楽しいです、でも。気づけばとか言っちゃって。気づいたくせに。さあ、横澤のハンド次第にはなりますが、横澤のハンドが、やばい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 。おい。横澤の口からオールインと宣言されました。ショートスタンプは横澤です。オールインコールが宣言されました。1000人の頂点に立った男、D のハンドはジャックス。世界を股にかける男、横澤。そのハンドはデュースのポケットペア。ショートスタックは横澤です。この勝負、D が勝てば1000万円を獲得するという勝負になります。泣いても笑ってもあと5枚です。それではフロップ勝されるカードは、うわー、ジャックだ。ジャックです。ガッツポーズを作る D、 1000万円は目の前だ。すごい D さん。次のカード、デュースが出なければその時点で D の勝利です。1000万円です。ターンカード、横澤に勝ったら1000万円。負けてんじゃん。取れました。改めまして、世界の横澤を打ち倒し1000万円を獲得、 D さんおめでとうございます。ありがとうございます。すごい、本当にすごい。ありがとうございます。さあ、もう今素直にお気持ちを教えてください。本当に1000万手に入るんだって。ずっとポーカー打ってただけなんで、あ、ポーカーでは勝てたなって感じがまだあるんですけど、1000万みたいな実感が湧いてないです。正直な話をしますと、めちゃくちゃ強かったっす、マジで。終始いいとこなしだったんで、もうなんか言い訳できないぐらいボコボコにされたなっていう感じで、え、誰、何者っすか。逆に、いや、本当にってレベルでボコボコにされました。もう完敗です、本当に。一度チップポゼッションは 80% 対 20% まで D さんがね、リードを奪ったんですが、その後 50-50 まで戻したんですよ。いやいや、もう逆にそれがラッキーだったみたいな感じです。僕からしたら本当に。いや、でも怖かったよ、ちょっと。もう来た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 みたいな、なんかそんな感覚ありましたよね。ひろきさんとあの横澤さんのヘッズアップのデジャブかなと思いましたもん。そんなこともあったりなしね。ありましたよ。さあ、ということで、まあ、まだ実感もないと思いますがね、一つ手に取っていただきたいものがあります。見事勝利しました D さんにはトロフィー、そして賞金1000万円が贈呈されます。わあ、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、改めて1000万を獲得する豪華プレイヤーが日本で誕生したと
というところになりました。会場の皆さん楽しかったですか？さあということで、まあ、この撮影企画にですね参加してくれた全ての皆様方、そしてこれをご覧になっている全ての皆様方に横澤さんから最後感謝のメッセージいただければと思います。本当に皆さん、この企画に参加してくれた方、この動画を見ている方、全ての方本当にありがとうございました。悔しすぎるのでまたこういうことなんかやりたいなと思います。ぜひリベンジさせてください。今回の企画本当にありがとうございました。ということでありがとうございました。またお会いしましょう。やり方わかんない。真ん中のところを取るじゃん。すごい。かっこいいね。いい感じ。すごい、これで写真撮るんじゃない？これで。すごい綺麗にハマってる。これスタジオでこの写真を撮らせていただいたんですけど、はい、カメラマンに僕は大会当日までに4キロ痩せる予定なので4キロ分減らしておいてくださいって言ったんです。はい。それがこれです。4キロ分痩せた結果がこちらです。全く痩せない。いや、痩せたよ。皆さん、今何してるか分かりますか？僕が耳を回して今、むくみを取ってます。入場30分前です。じゃあ、やばい。グー、バイバーイ。というわけで、スリー最終日です。頭真っ白だったらごめんね。その時はもう、助け舟出すわ。横澤は頭真っ白になっても喋り続けられるという特殊能力の持ち主だから。頑張ります。ありがとうございます。また後悔しました。またやばい、すごい。本当に30秒目ぐらいに終わったところなんですけど、優勝者のね、Dさんがお待ちかねということなので、ちょっと急いでちょっと話しかけに行きたいと思います。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとハンドックしません？ポーカー本当に10ヶ月ですか？いや、本当ですって。結構マジでつかみどころなくて、今までいろんなヘッズアップやってきたけど一番勝てる気しなかった、マジで。本当？なんでなんだろう。やっぱ1000人分背負ってるからじゃない？1000人分の思いが。それ勢いももちろんありましたね。いや、勢いよ、すごいあったと思います。あんまり負ける気はしなかった。やっぱそういうことだよね。その負ける気しないが僕完璧逆で、勝てる気しないだったんだよね。ポーカーはもう本当にただの趣味なんですか？今日までは趣味でしたね、本当に。でも海外のトーナメントやっぱ出たいんですよ。いや、でも1000万取ったらぜひ出ていただきたいですよね。そうですよ。Dさんの1000万の使い道追いたいです、僕は。いや、ないわ。しょうもないのに使えないじゃないですか。いやいやいや、しょうもないのに使ってるところも見たいですよ。やば。完全に気になるわ。で、海外もぜひね、来てほしいし、あ、行きたいです。あの時の1000万かって思いながら見ますけど。確かに。なんかもう手続きとかしました？あ、全部終わりました。あ、振り込まれる日にじゃあ会いますか？他人でも送ってもらえますか？あ、確かに。やるんじゃないよ。お前らは。 D さん、また僕らの方から連絡させていただくので。じゃあ D さん密着編はまたまた後日サブチャンであげます。使えるということで。サブチャンで。はいはい。いや、本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですね。楽しかったです。